おー、みんな待ってくれとるわい。お、マルティナもそんなところにホメロスの位置に立ったくらいにして。うーんっつってみんなも。これ、真の勇者ってことでいいですか？仕切り直しってことで。話は臣下たちとマルティナから聞いた。わしは悪夢に囚われている間、ずいぶんひどい王だったようだな。いや、ほんとよ。ほんとひどいそなた王がよ。いなければ、この国は、いや、この世界は、ウルノーガに焼き尽くされ、地上の命は絶えていたことだろう。よくそこまで想像力働くな。本当にそうよ。まあ、命の大事落とされても、もう世界中ボロボロだったんだからね。俺のおかげよ。勇者よ、あははははい。よくぞ悪しき元凶ウルノーガを倒し、ロトゼタシアを救ってくれた。おい、なんかロトゼタシアをなんか代表してみそたいなな感たこじ？そ、古の勇者、老主の名を継ぐにふさわしい若者。今ここに勇者の称号を授けよう。いや、お前にその権限あんの？ お前にその権限ないだろ、お前16年間お前乗っ取られたくせによ。おおっつって、お前らも乗せられやすい奴らだな。それ何回目だ、それ。俺たち、とうとうやったんだな。もうなんかもうこんな感じでいっぱい続いて、なんかやった感ないわ、正直。まあ、でも売るのがうおち姉破ったってことだよね。様？おお、ベロマコどうした？え、大丈夫？あ、泣いてるの。かわごいいめんな。なさい。今こうしてみんなとこの場にいることが、なんだかすごく幸せな気がして。泣かせるね、ベロニカ。ほんとそうだよ。ほんと嫌でそう。すわ、お姉様ったら。本当に幸せなことな私んただちよ。はいつだって一緒だったじゃありませんか。で、ちゃうんだって。そうね、いつまでもね、続くと思っていたことが、突然こう、壊れることもあるのよ、セネちゃん。ええ、一緒一緒、ずっと一緒、セイニャとベロニカは。いやー、なんかもうね、かわいい。ありがとう。時を遡ってよかったよ。いやー、なんかもう、泣ける回ばっかりだな、イレブンは。かわいい。ありがとう。救えたよ、ベロニカ。時を戻ってきてよかった。うわ、命の大事も光ってるし、世界も平和よ。ウルノーガも打ち破ったし。お？これあれじゃん。え、まだなんかやれと？なんか光ってんの？え、セニカ？え、時の番に？何、うんつって、うなずいて。何今の意味ありげなやつ。あ、よくやったってことか、もしかしたら。あそこ、あ、時のオーブぶっ壊した後か。で、果たしたから、OK ってなっなんただ、のね。急に暗くなりやがった。おいおいおい、ちょっと幸せにおらせてくんねえの？とてつもなく邪悪な気配を感じます。この力、一体どこから。とてつもなく邪悪な気配。ウルノーガやっつけたよ。そういえば、ウルノーガが最後に変なこと言ってたよな。時を遡ってきたのは、お前だけだと思うなよ、とか。あれは一体どういうことだ。どういうこと？まだ、戻ってきた未来からこっちに来たやつがいたってこと？まだ王何？様、大変です。直ちにバルコニーへお急ぎください。はあ。勇者の星に異変が。あ、そうか、勇者の星はまだあるけど、異変？何？どういうこなんと？だと。どういうこと？なんかもう次から次へと忙わししいはやつ先らだにな。3階のバルコニーへ向かう。そなたたちも急いで来るがよい。急がせるな。あ、そう。あ、まだ他にいるのか。時を超えてきたものが。空が変な色になったから不安になってきちゃったけど、一体何があったの？さっき王様が青ざめた様子で3階の方に駆け上がっていったわ。心配だからあなたも行ってあげて。忙しいやつらだな。行ってみか？勇者の星は確かウルノーガが魔王の剣を使ってぶっ壊したけれども、時を渡ってきたので、おお、よちよちよち。時を渡ってきたので、勇者の星はまだ壊れてないってことだよね。勇者の星っていいやつでしょ？何が待ってんだよ。空の色は危険な色。なんかまだ待ってんな。おお、出ますかっつって。 ボス戦とか嫌だよ。すごい。これあれじゃん。なんか勇者の星が落ちてきたみたいな時と一緒じゃん。この空の色。それでウルノーガがぶっ壊したんだよね。それとなん時と同とじ状況？禍々しい空の色だ。あ、また勇者の星がなんか来てるってこと？あ、
またサマディに行かなきゃいけない。みんな、あれを見て。なんだい、ベロニカ。わ、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 勇者の星。え、てかもうめっちゃ近いじゃん。勇者の星が落ちているのか。結構近くない？やばくない？めっちゃ落ちてきてるけど。あれ？あ、これ黒ヨッチじゃん。あ、黒ヨッチもなんか来てたよね。そうそう、ぶっ壊れ。え、この黒ヨッチ、あ、この黒ヨッチが未来からここに戻ってきたんだ。我が肉体はウルノーガに滅ぼされた。だが、あ、かつて我が肉体はウルノーガに滅ぼされた。だが、ウルノーガが亡き今、邪魔する者はいない。こいつ悪いやつ。時空を超え、ようやく一つになれる。え、今こそ復活の時。え、ちょっと今使徒みたいだったんだけど。え、サキエルじゃん。いや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 、 N2 時代よ、 N2 時代。なんだこいつ。なんかブサイクなセルみたいなやつ。うーわ、なにこいつ。説明が足りない、説明が足りない。いや、意味わかんない、説明が足りない。説明、誰か説明を、補足をして。勇者の星が落ちてしまったのか。一体何が起ころうというのじゃ。勇者の星はもう落ちてきたと。そこにあの黒ヨッチがなんか合体したと。で、セルが出てきたと。何やら胸騒ぎがしてならん。勇者の星の様子を見てきてくれ。やだよ、やだよ。強いじゃん絶対あれ。バクラバ砂丘の方角、デルカコスタ地方へ赴けば何やら見えるやもしれん。デルカコスタ地方に行けって。おいよ、私も勇者と共に行きます。ほう、勇者と共に行きますっつって。はあ、うんっつって。これまで勇者に刃を向けてきた償いは、勇者の助けになることで果たさせてほしい。お、未来のグレイグも似たようなこと言ってた。まだ俺にも守るべきものがある。お前が世界を救う勇者なら、俺は勇者を守る盾となろう。あ、もう鳥肌やべえな。二度目のよ、グレイグ。ありがとう。うん、未来のグレイグもお前と同じように勇敢だったよ。ありがとう。一緒についてきてくれ、勇者の盾。はあ、デルカダール地方からデルカコスタ地方へ抜けて勇者の星のよそ見に行こう。だって、あ、全然装備してない。デルカダールメイル、英雄グレイグが国王から授かった漆黒の鎧。いや、ちゃんと装備させてやるよ。いや、このレベル差でも20のレベル差はきついな。早くレベル上がってほしいよこいつら。まあ、とりあえずデルカコスタ地方に行けっちゅうことか。了解、まず行ってみましょう。うん、デルカダーローの部屋には入れないですか。ああ、そうですか。よし、そしたらデルカコスタ地方に行って勇者の星の様子を見ろっちゅうことなんで、行きましょう。おお、見えんの、こっから、こっから見えんの。なんで、やべ、鳥肌が。馬に乗って、はい、うわ、なんだよこの演出。うわ、みんな聞いてこの音楽。うわ、ドラゴンクエスト3の、うん、フィールド音楽ですね。戦闘の音楽が普通か。お、
ブラックドラゴンジャだって、ジャ。あ、強っ。全然聞いてない。あれ、ちょっとやばい、こいつもしかして、もし信じられないぐらい強かったりする。あ、やべ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 、大丈夫。おい、ちょい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 、200ごとパパと、あぶねえ。なんだよジャって。うわー、なんか世界変わっちまった世界が変わってしまった。やばい、なんか弱い敵じゃない、ほらなんか目の色変わってる。今までなんとか強とかいたけど、ジャってやつが出てきたんだ。はあ、はあっつって、まあ、とりあえず、テルカコスタ地方に行こう。うわ、このフィールド音は胸熱だな。これはもうある意味勇者として認められたから、まあまあ、ドラゴンクエストというところの初代勇者はね、うん、あのドラゴンクエスト3がロトシリーズの最初のお話とされているので、まあその何でしょうね、まあ、勇者といえばということで、このドラゴンクエスト3の音楽がきっとフィールドになったのかな。胸熱もいいところよ。うわ、かっこいい。いや、やっぱりね、このドラゴンクエスト3おっさん世代の人はめっちゃ嬉しいんじゃない。まあ、とりあえずデルカコスタ地方、この先かな。あ、デルカコスタ地方に抜けて雨が降る。見えんの。うわー、え、なにあれ、なんて大きさなの。これドラクエだよねドラクエだよね。言われたが、こいつはぶったまげたな。なんなんだよあの黒い物体は。え、何あの、なんかうにょうにょっと出てたけど。表面からまがまがしい気を放っています。はい、聖なるものでないのは確かですわ。勇者の星なんじゃないの、悪魔じゃん。勇者の星なのかしら。このまま放ってはいけないけど、空の上にあるんじゃどうしようもないわ。あー、そっか、今ケトスもないのか。どうする。勇者よ、お困りのようじゃない。え、ちょっと待って、これ桐生一馬の声ってことはウルノーガじゃん。え、ウルノーガ、生きていたのかウルノーガ。ウルノーガじゃん。おいおいおい、やっつけただろう。このわしがウルノーガとな。そうか、え、お主らにはわしがウルノーガに見えるのか。なんかこのセリフ聞いたことあんな。わしはお主らの世界では預言者と呼ばれておる。久しぶり、変幻自在の預言者さん。預言者だと。お、え、何。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな、そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。いや、しかしゆっくり喋るな桐生さん。この姿では落ち着かんじゃろ。落ち着かんわ、落ち着かんわ。もうだってもうラスボスにしか見えんもん。変わって、あのいつものなんかあの綺麗な、そう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 、ビフォーアフターの人。わしには見えるお主らが神の使いケトスに乗って天空の民と出会う姿がなビフォーアフターのナレーションの人ねこれじゃ預言者さん、これが一番しっくりくる。神の使いケトスに天空の民だと、なんだそれ。あ、そうか、こいつらは分かんないんだ。俺は覚えてるけどな。伝説の笛の音が彼の地へ導く。わしが言えるのはそんなところかの。 あれどうやって手入れたっけ、ケトスのあの天空のフルート。ちょっと待ちなさいよ、全然わからないわ。いや、俺は知ってんだよシルビア、俺は知ってんの。残された時はわずか。わずか、ぼんやりしている暇はないぞ。さ、行くがいい。おお、みんな勇者にぶん投げんな、いろいろ。お前も手伝いよ、あのまがまがしいやつ倒すの。あれだって敵でしょどうせ。それそうそう、これだ。伝説の笛って言われてもこれしか持ってないし、何か心当たりある。あんだよな、ラムダ行くか。ラムダ、あ、知ってんの、俺知ってんのよ。他に当てもないし、試しに吹いてみれば。こっからこっから呼べちゃう感じ。あ、もうラムダのあのなんか一番勇者の尾根に行かなくてもここで出ちゃう感じ。
なんだよそのカメラアングル、鳥肌がやべえ。あ、え、うわ出てきた出てきた、久しぶり。あ、食べられるよ。うわ、まあ俺は驚かんけどな。クジラが空を飛ぶですってセイニャの驚き顔がもう可愛いわ。あれが神の使いケトスなのでしょうか。そうなんよ、これに乗ってどこまでも行けるわけよ。笑って勇者あんまり驚いてないのね預言者に会ったのも空飛ぶクジラを呼んだのもまるで初めてじゃないみたい。うん、まあちょっといろいろ知ってんだよ。うん、まあいいわ、私たちはいつも通りあんたについていくだけだから。おんぶに抱っこだな。わあ、アップのベロニカ。行きましょう。あの空飛ぶクジラに乗って天空の民ってのに会いに行くわよ。うわ、ベロニカ嬉しいわ、ありがとう。なんか嬉しい、ありがとうなんかよくわかんないけど嬉しい。うん、何度でも言う、ありがとう。うわ、ちょっと待って、近づきたくない、近づきたくない。え、何あれ。とりあえず神の民のとこに行けっちことか。え、これ何、どうせバチンって弾かれるでしょこれまがまがしい結界に覆われている。これ以上近づけないようだ。うわ、すごっ。なんだよその周期。あ、でもそうか、あれだね、命の体重、これが落ちた後に初めて行ったから、この命の体重が落ちる前はまだ行ってないわけよ。だからこのあれじゃね、神の民の人たちもあの子供以外さ生きてんじゃない。みんな落ちて死んじゃったっつってたけど、あ、そうか、これちょうどグロッタの下な、上なんだ。だからグロッタのところに、ほら、あそこがグロッタで、これが落ちて、はいはいはい、でグロッタのところにあったんね。はあ、そういう仕組みね入っていきましょうか、神の民の里。だから初めて会う人もここで出てくるわけだ。いや、あいつ元気かな、神の民で唯一の生き残りの子供。あ、こういう感じ、いっぱい浮島が、おおほほほ、えいえ、ドラゴンボール、お、この壁画まである。あ、そう、へえ、浮いてたんだね。なんだよここは、町ごと空に浮いてるのか。初めてですかここは初めてですか。うわ、古の昔、生き物たちは大樹の加護のもと長きにわたって繁栄し、我ら神の民も大樹のしもべとして平和に暮らしていました。いい声だな、クーロンだっておおいや、もう完全にミスターポポよ。ですがある日、闇が空を覆い、はい、遥か天高くより最悪が飛来しました。その最悪の名は、最悪、はあ、ジューンつって、ニズゼルファ。これあれじゃね、あの、未来の、ローが勇者の星に書いてた文字を読んだ時に言ってた言葉だ、ニズゼルファ。地上に現れた黒い太陽、あれはニズゼルファの復活を示しているのかもしれません。昔は穏やかだったけど黒きなんか星が来て、それがニズゼルファ復活。一回は封印したってこと。ニズゼルファとはかつて地上を地獄に落とした最悪なる邪神の名。かつて地上を地獄に落とした、わわわわ、歩くの、歩くの、お前は操りし勇者よ、はい、事態は一刻を争います。さあ長老様のもとへお越しくださいぐいぐい来るな。ヨミイサの言っていた天空の民とは彼らのことに違いあるまい。うん、黒い太陽、あれは勇者の星ではなかったのか。とにかく長老に会ってみるとしよう。はい、勇者の太陽と呼ばれていたものは、なんか勇者感のある、なんかすごく、なんだろうな、聖なるものだと思ってたけど、実はそうじゃなくて最悪だったんだ。これ何？あ、え、あ、わあ、あ、移動式、移動式、移動式雪、床、雪だって床。あ、ピッキー悪いスライムじゃないよっつって。こんにちは。
こう見ると俺は痛い気な子供たちを追いかけ回す極悪スライムとして有名だったんだ。だが神の民の里に来てから里に満ちる聖なる気の影響を受けてすっかり家守りになっちまった。へえ。悪いものもいい感じになるんだ。へえ。あいつ元気かな。もう普通に宿屋まであって普通に生活してんな。3人いる先代勇者の仲間はそれぞれとてつもない力を持っていたらしい。あ、勇者老主の仲間の3人の話してたんだ、うん、もし彼らが残した力を受け継ぐことができればそこらの魔物などもはや恐れるだろう。あ、それ何、勇者先代勇者仲間3人のなんか力をこうもらえるみたいなイベントがあるのかもしれない、今の話からするに。それもちょっと激アツだな。うわー、すごいわー。ここも乗れんでしょ。あ、これが、未来の方の世界だと落ちてしまっていたってことなんだよね。だからいろいろ冒険できなかったんだ。もうラジオ体操してる。いや、なんか面白いな、このつらこいつら。あ、楽しそうにやってるわ。ロトゼタイシスという古い詩集第2章、小さき者たち。命の胎児は輝く苗より育たし、小さき者たちは世界の創生を見る。命の胎児の種子、大地に根付き草木が生え、動物たちが生まれ、最後に人間が生まれた。小さき者たちはそれを見届け、すべてを知る者となり、聖なる竜の炎とともに雲の中に身を隠すことに決めた。こうして小さき者たちを命の胎児を見守る神の民となった。そういう風な創生の仕方をしたんだな。人間たちとか動物を作った後ってことだね。うわ、なんだこれ、なんかすんげえもん売ってんな。セラフィミステッキとかセラフィムの槍とか、あ、でもあんまり強くないな。覇王の斧、あ、ちょっとだ。あ、三日の盾とかはこれもシリーズおなじみよね。いや、あいつ元気にしてっかな、あいつ元気にしてっかな。太陽の神殿の中にまだいるとは思えないけど、あ、閉ざされてる。あいつ元気にしてんのかな。もうなんか全員顔が似てるからさ、しかもあいつ名前ついてなかったからどれかわかんねえんだよな。まあいいや。お、すげえ、象、あの象が落ちてきて、あの未来では転がってたのか。へえ。まあちょっと長老のとこ行ってみっか。うん、うわ、この先だな、長老がおるのは。広場で長老が待っている。